はい、では皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ムチゲームズのムチです。今回ですけども、大谷セレクションのね、大谷選手の能力について話していきたいと思います。というわけで、まあ、おそらくね、大谷セレクションは登場すると思うんですけども、まあ、前回ね、結構前ですけども、大谷セレクションのね、予想登場日時とか、まあ、あとはね、登場選手予想とかやったんですけど、今回はね、まあ、大谷翔平選手のそのね、能力を話していきたいと思います。というわけでね、まあ激アツになるでしょう。まあ過去一のね、まあ、今までももちろん最強な大谷選手だったんですけども、まあ、それを超えるようなね、大谷選手が登場してほしいなと個人的にも思っております。まずね、そもそもね、大谷セレクションが登場するかどうかについては、まあコナミさんのね、大谷選手とのねコラボ動画に関して見てた感じね、まあ多分登場すると思うんですけども、まあ、日時はね、まあ、まだ何も分かりませんけど、まあグランドオープンぐらいかな、グランドオープン後ぐらいにね登場するのかなとは思います。やっぱ3月の後半もしくはね、4月の初めあたりが一番濃厚かなと思います。ただね、まだ全然2月とかにもね、3月とかにも全然登場する可能性はねあると思うんで、今月ね、まあ、もし登場したらもう皆さんもね、引く方も多いと思いますし、エナジーをね、ほんと今大谷セレクションもしくはね、そのグランドオープンに向けてね、ためるのが一番いいかなとは思います。あとはですね、まあ、プロスペースの機能として、今現在ね、二刀流機能というものがなくて、野手の大谷選手もしくはね、投手の大谷選手どちらかしか使えないんで、やっぱ純正民とかはね、結構きついんで、僕もね、ハムジュンやってるんで分かるんですけども、やっぱね、二刀流機能としてピッチャーでね、大谷選手が投げてる時にでもバッター大谷選手がね使える、この二刀流機能をね、今回のね、この大谷セレクションと同時にね、追加してくれたら本当にありがたいかなと思います。もちろんね、リアルなプロ野球でもね、どちらもできるようになってるんで、ここはね、本当にね、プロスピをね、リアルに忠実してほしいんで、本当によろしくお願いしたい。マジでコナミさん、本当にお願いします。これはもう長年ね、ハム純正のユーザーは特に思ってたと思うんですけども、本当にお願いしたいですね。まあ、あと大谷選手以外もね、日ハムの矢沢選手とか、あとは中日の根尾選手とかはね、今二刀流とかでやってるんで、その辺もね、使えるのだったら熱いかなとは思います。というわけでね、大谷選手の能力見ていきたいと思うんですけども、まずね、ワールドスターですね。ワールドスターは、最近のワールドスター大谷選手のね、バッターバージョンは、まあ、走力が上がりまして79で、パワー85、ミート81ということでね、まあ、以前よりも能力が上がっていて、まあ、守備に関してはね、変わりは全くなくて、裏捨てはね、超広角アーチ走塁ということで、まあ強いですね。本当に文句なしで強いかなと思います。そしてね、侍バージョンの大谷選手はパワーがね88、ミートはね80なんですけども、裏捨てはね、まあ、センター適性がないっていうのかな、まあそれぐらいですかね。ただね、特殊能力がね超広角じゃなくて超アーチになってるんですよね。この発動率がね超広角だったら 60% なんですけど、広角回だとね 55% なんで、 5% ねダウンしてるんでね、そこは結構きついのかなとは思います。ただね、まあ、走塁が存在感になってるということで、まあ、これはね人によるのかな。僕はね、走塁バージョンの大谷選手を使ってるんですけど、いや本当に強いですね。やっぱアーチストで走塁持ちって池山選手とか、まあ、大谷選手しかいないんですけど、まあ、走塁いいとね、本当にすぐねランナーホームまで帰ってくるんで、めちゃくちゃおすすめです。マジでね、走塁は強いなと思ってるんで、正直ね、この広角アーチ走塁バージョンの大谷選手はね最強かなと思ってます。ってことで、打者大谷選手のね、大谷セレクションの僕のね、予想能力としては、ミート81、パワー89、走力79、裏捨てはこのレフト D、ライト D の55、54、で、裏捨てのね、こちらの方は変わりなくて、まあ、特殊能力がね、超広角、アーチスト、存在感、こちらにね、予想したいと思います。フォームに関してはね、まあ、おそらくこちらのね、侍バージョンの大谷選手で登場するのかなとは思いますね。まあ、こっちの方もね、結構打ちやすいっていう情報もあるんで、使ってみたいなと思いますね。まあ、ただやっぱ打者よりもピッチャーの方がね、替えが効かないんで、ピッチャーですよね。続いてね、投手大谷選手なんですけども、やっぱこっちの方がね、やっぱ難しいですよね。まあ、大谷選手のまずワールドスターバージョンですね。ワールドスターバージョンは9位とスタミナが A 同値ということで、能力がね、変化球が、まあ、スラカットに高速カーブにフォーク、まあ、あとはストレートも、ね、165キロで、まあ、先発も中継ぎも抑えもできるんですけども、いや、強いですね。まあ、大会では本当に強いかなと思います。やっぱね、球速が速いと大会ではめちゃくちゃ参るんで、ランク戦よりもね、大会で強いかなと
思いますね。あと特殊能力がね、超合速球、奪三振、回知り上がりということで、まあ、正直ね、まあ、特殊能力はめちゃくちゃ強いってわけではないんですけども、まあ、このね、超合速球はやっぱり大会とかでは強いかなと思いますね。まあ、あとパワー中段もね、リアタイにおいてはね、結構重要なんで、普通に強いですね。で、サムライバージョンのピッチャー大谷選手に関しては制球ね、小ゴール A 狙えるぐらいね、制球は高くて、変化球もね、全く違うんですよね。スライダーもね、S まで行ってスプリット持ってますし、ツーシーム、あとはね、特殊能力のね、ジャイロスプリット、特殊能力じゃないか、オリジナル変化球のね、ジャイロスプリット、こちらもありますんで、本当にね、ランク戦でも大会でも強いかなと思いますね。まあ、個人的には大会はね、ワールドスターの方が強くて、ランク戦はね、サムライの方が強いかなと思います。そして特殊能力が超豪速球、タイピン、奪三振ということで、いや本当に強いですよね。これもねランク戦、こちらはね大会向きか、大会ランク戦どちらもね向いてるのかなとは思います。というわけでね、僕の大谷セレクションのね、投手大谷選手のね能力予想としては、球威とスタミナが同値、制球はね B の70ぐらい予想しています。そしてね、変化球に関しては、まあ、本当に難しいんですけども、まあ、おそらくね、マックスの球速は163キロで、まあ、あとはね、最近大谷選手が投げてるスイーパーの方もね、投げてくるかなと、変化球新しくね、まあ、あるかなと思いますね。まあ、あとはジャイロスプリットとかもね、ついたままで、あとツーシームですね、ツースプもね、ついたままでね、登場してくれたら嬉しいかなと思います。まあ、あとはね、中継ぎ適正、抑え適正はね、多分ついてくるかなと思いますね。実際、サムライのね、WBC でも抑えで投げてますし、おそらくね、抑え適性はついてくるかなと思います。特殊能力ですよね。特殊能力は超奪三振症、豪速球、尻上がり、この3つでね予想したいと思います。超奪三振症、変化球が2アップですからね、これがついたらめちゃくちゃ強くなるのかなと思いますね。しかも全然つく可能性はあるかなと思います。いや大谷選手、まあ、バッターもですけど、特にねピッチャー大谷選手にね本当に期待したいかなと思います。というわけでどうだったでしょうか。いや大谷選手ね、また最強大谷選手が登場するかもしれないということでね、いやハム純正からしたら本当にね結構難しいところありますけども、まあ、能力によってはね僕も2体持ち、どちらも2体持ち、まあ、イコール大谷選手を4体持ちねすることになるかもしれないんで、本当にね今からエナジー、そしてお金もね貯めなきゃやばいかなと思っています。ただやっぱスピリーグですよね。僕もねスピリーグにチャームで出ようと思ってるんですけど、まあ、それに向けてね頑張ろうと思ってますし、まあ、もしかしたら、まあ、スピリーグはね使えないから、サムライのユニフォームだったら多分使えないと思うんで、まあ、それだったらね、まあ、いいんですけども、ちょっと迷い中ですね。まあ、エナジーはね、ぜひ皆さん、グランドオープンとね、まあ、選択契約書か、選択契約書、グランドオープン、まあ、大谷セレクション、この辺に向けてね、貯めるのが一番いいと思うんで、皆さん一緒にエナジー貯めましょう。というわけで、ぜひ皆さん、プロスペースのフォローと、Twitter、インスタ、TikTok のフォローしてくれたらめちゃくちゃ嬉しいんで、よろしくお願いします。あとはね、動画のコメントもね、毎回見てますし、返してると思うんで、大体、ぜひよかったら動画のコメントもよろしくお願いします。それでは、お父。